落ち着けセベク、食事の席だぞ。マレウスの言う通りじゃ。それにもう決めたことよ。そんな信じられません。リリア様が魔力を失い、この学園をご退学なさるなど。そう大げさに騒ぐでない。年々わしの魔力は弱まっていた。それこそお主らが生まれる前から徐々に。じゃ時が来た。それだけのことよ。では今朝魔法を使わずに走ってこられたのも、もしかして。さよう。情けない話じゃが、もう魔法を使って移動することもかなわぬ。そんな。わしも在学中の4年くらいは持つだろうと思っておった。予想より少しばかり早かったな。これからどうするんだ。東方にある赤龍の国へ移住するつもりじゃ。え？そんな、赤龍の国なんてこの星の裏側じゃありませんか。何古代人みたいなこと言っとる。確かにわしがカノ国を訪れた頃は砲機か船でしか渡航手段はなかったが、今は飛行機に乗ってビューンで到着じゃわい。もともとこの学園を卒業したとしても、わしは茨の谷には戻らないつもりでいた。は？なぜです？茨の谷は親父殿の故郷ではありませんか。しかも谷にとってリリア様はなくてはならないお方です。だからじゃよ。老後は鶏の世話でもしながらのんびり暮らそうと思っていたが、なんせしがらみが多くてな。茨の谷にいると何かと理由をつけてわしを働かせようとする奴らが多い。特に現女王のマレフィシア様は人遣いが荒いからの。おばあ様にはリリアを頼らないよう僕から進言しよう。だから。よいよい、冗談じゃ。昔一度だけ赤龍の国を訪れた時、わしはある重要な使命を帯びていた。食事や観光をのんびり楽しむ時間もなくての、それがずっと心残りだったのだ。理由はそれだけ。ただのジジイのわがままじゃよ。そう深刻そうな顔をするでない。俺やセベクは赤龍の国を訪ねることも難しくないでしょう。ですがマレウス様は。やめろシルバ、リリアがそう決めたなら僕たちに止める権利はない。ありがとうマレウス。いつ立つつもりなんだ。学園長に退学届はすでに出してある。寮にある荷物をまとめて1週間後には。そんなにすぐですか。ジジイはせっかちなんじゃ。なんせ時間が残り少ないからの。時間が残り少ない。あの親父殿、茨の谷の家はどうなさるおつもりです。もともと森の中に放置されていた空き家を手入れして使っていただけじゃ。荷物はすべて持ち出しておるし、お主が使わぬのならクチルに任せてよい。わかりました。卒業までに考えておきます。さてわしは旅立ちに向けて荷造りを始めねばならぬ。断捨離をして目指せミニマリストじゃな。シルバーセベク、片付けを手伝ってくれるか。はい。では早速じゃがこの昼休みから始めようぞ。リリア。ん？もう一度だけ聞かせてくれ。考え直すつもりはないんだな。もう決めたことじゃ。いや、決まったことというのが正しいな。たとえわしの気が変わったとしても時の定めは変えられぬ。ならば潔く笑って手を振ろうではないか。定めは変えられない。そうじゃ。お主にとて変えられないものはある。例えば次の授業はコロシアムで D 組と E 組で防衛魔法の合同授業。これも一つの定めじゃ。良いな。遅れるでないぞ。ああ、分かっている。
わっ、なんだ、さっきまで晴れてたのに急にひどい雨だな。げえ、次の授業本校舎じゃなくて魔法薬学室なのに。僕も次は体力育成だから一度寮に戻ってギアチェンジしなきゃ。ミッキー更新調査についてはまた放課後に話そう。はーい、早く来いよ。遅刻したらクルーウェルにしばかれるんだぞ。入学するときに絶対に捨てられないものだけを厳選して持ってきたつもりだったが、学園に来てからも物が増えておるからの。全部詰めたら段ボールがいくつになるやら。思い切って断捨離をして身軽にならねば。まずはあまり着ていない服を処分するとしよう。せべくすまんが季節ごとに分けてベッドに並べてくれるか。はっ。では俺はチェスト周辺を。お、頼んだ。わしは本と楽器を片付けよう。楽器は修正の趣味として続けたいが、どれもかさばるのが難点なんじゃよな。さて、まずは一番下の引き出しから始めよう。小銭とテスト用紙が同じ場所に入っている。1年 C 組リディア・バンルって2年前のテストじゃないか。なんだ、奥に何か突っかかって。これはキーボード。よく見ればキーがいくつかなくなっている。どんな使い方をしたらこんな壊れ方をするんだ。これは期限が切れたコーヒーショップの割引券。こっちは中身が固まったネイルポリッシュ。これらは親父殿に尋ねるまでもなく処分して良さそうだな。茨の谷にいた頃から家事が苦手な人なのは分かっていたが、本当に一人で石竜の国に行かせて大丈夫だろうか。やはり俺もついていくべきなのでは。あ、いや、まずは目の前の片付けに集中だ。次の引き出しはお菓子の缶。中に何か入っている。まさか1年生の時に食べ残した菓子か。これは指輪とどんぐり。どんぐりは随分と古いな。ひび割れているし虫が這い出した跡もある。逆にこっちの指輪は地金も宝石も曇り一つない。大きな宝石がついてるしさぞ高価なものだろう。それを菓子の空き缶に入れるとは。ん、この指輪どこかで見たことが。オーロラ色の宝石。突然眠気が。シルバー、どうした。すみません、
この缶を開いたら急に強い眠気が襲ってきて。缶？おお、このチェストにしまっていたんだったか。指輪とどんぐりが入っていたんですが、どんぐりは損傷が激しくて捨ててもいいですか？ならぬ。それは大事なブレスレットなんじゃ。ブレスレット？本当だ、よく見たら糸が通された跡がある。これはわしが過去に賜ったもので一番価値のあるものだ。捨てるなんてとんでもない。マレウスですら羨んだお宝じゃぞ。あのマレウス様が？それは失礼なことを言いました。すみません。一緒に入っていた指輪は俺にも高価な品だと分かったんですが。ではこれは缶ごと引っ越しの荷物に入れておきますね。いや、わしが持っていくのはブレスレットだけにする。指輪は元の持ち主に返すとしよう。元の持ち主？お主じゃ、シルバー。俺？その指輪はわしがまだ赤子であったお主を見つけた際に首にかけてあったもの。え？お主が大人になったら渡そうと思っていた。成人には少し早いが、これを機にお主に返そう。まだ状況を飲み込めていないのですが、ありがとうございます。この宝石を見よ、シルバー。お主の瞳と同じ曇り一つないオーロラ色じゃ。この宝石のように我が子の瞳が悲しみに曇ることがないように、そんな切なる祈りをお主の両親はこの指輪に託したに違いない。両親？親父殿、俺は。シルバー、お主はこの指輪を持つにふさわしい立派な青年に育った。これからもこのオーロラの輝きに恥じぬよう生きよ。良いな。はい、ありがとうございます。